戦後ですね、自分の所属する連盟なんかで、手ぬぐいを作るというようなことがございましたが、そういう時のその手ぬぐいに書く文字ですね、私に依頼されまして、私は何と書いたかと申しますというと、サブンユーブという言葉を書いたんですね。ですからして、極端に申しますというと、剣道を専門にやるんだけれども剣道だけではないんだと、自分のこの生活の面において剣道を学んでいる過程において吸収すべきものはできるだけ吸収するというふうな、このもう少し幅の広い内容を持った剣道をしたいということを心がけてきました。そういうふうな気持ちを差分有部という言葉で私は締めくくっています。